セダンの戦いは、不仏戦争における戦いの一つ。この戦いに参加したフランス軍の主力は、全面降伏した上、最高司令官たるナポレオン三世が捕虜となったため、戦争の崇勢を定めた戦いとなった。セダンは、スダンと表記することもある。メス行為戦で、フランス陸軍主力が、ドイツ第一軍及び第二軍に包囲されていたため、これを救援すべく、 シャロンでは陸軍を編成した。これに気づいたダイモルトケ率いるドイツ軍は、第三軍をもって、フランス軍を吸収し、打撃を被ったフランス軍は一時撤退して、弾薬の補給と兵士の休息を行った。まもなく、第三軍はセダンに到着し、フランス軍はこれを確認するも、消耗のために、直ちに撤退することはできなかった。そのため、 包囲されたままセダンで戦うこととなった。フランス陸軍は包囲を突破する努力を続けたが、下方を駆使するプロイセン軍により、司令官のマクマオン将軍が負傷し、兵員も多数負傷したため、降伏するに至った。ナポレオン三世の低堕落に、フランス国民は失望し、フランス第二帝戦は終焉を迎えた。とはいえ戦争は終わらず、メス行為戦は、 フランスの敗北という結果となったが、この後も不屈戦争は続いた。ありがとうございます。